こんにちは、松原よしかです。今日はですね、ついに、清水エスパルスのことを、この YouTube でお話しさせていただきたいと思います。これからも基本的には僕毎回ほぼ見るんで、できるだけアップをさせていただきたいなと思います。この前の、徳島戦ですね、ここの振り返り、それから、川崎戦次ありますから、そこのことも少し、お話ししていきたいと思います。まずですけれども、エスパルスの方は13位、勝ち点23、5勝8分け8敗、得点が22、失点が28、得失点マイナス6。僕はこれ、シーズン始まる前からお伝えさせていただいたと思うんですけれども、やっぱり今までの、エスパルスとこう比較すると、昨シーズンまではアタッキングフットボール、まあ攻撃的に、進めていくサッカー、まあ育成のところもその流れで持っていこうっていうことだったと思うんですね。今もそうなのかな。ただ今年は真逆で、昨シーズン確か失点数も70だったかな。でその前が69か8か、その辺でとにかく失点がずっと多かった。でそこをこう変えると、まず大きく変えるっていうことでもあって、ロティーナ監督だったと思うんですけれども、まあ今のところでいくとマイナス6得失点差、まあ今は、失点が28なんですね。得点より失点の方が多いんですよ。で僕はここをゼロにおそらくロティーナ監督だったら持ってくるんじゃないかなというふうに思っています。でただちょっと違うところっていうのは、まあセレッソ大阪時代はメンバー構成も違って、例えば清武とか、坂本とかボール持てる選手がやっぱり中央にこういたんですよね。ちょっと前のところなんかにも、まあ、クオリティも高い選手がいた。でヴェルディ時代もやっぱりあそこボールを大事にする、ボールをこう自由に扱える選手っていうのも多いんで、なのでこの辺の違いっていうのもやっぱり選手の違いっていうのもやっぱりロティーナ監督もあるかなっていうところがあります、印象ですね。でそんな中でまず徳島戦のお話をさせていただきます。ゴールキーパー権田、右から原、バウド、立田、奥井で、ボランチが宮本と竹内で、左の中盤が片山、カルリーニョス、前が鈴木優斗とチアゴ・サンタナだったと思います。で徳島ですけど、まあ 4-2-3-1 かな。で上福本ゴールキーパー、右から岸本、加賀、福岡、田向かい、岩尾、鈴木徳馬、前3人が西野、渡井、杉森で、トップが宮代大成と。で徳島とすると、3連敗でノーゴールの状況だったんですよ。でまたポヤトス監督合流してからなかなかこう結果を出せずにいて、ゴール数も確か5点ぐらいだったと思うんですよね。で PK が1点、コーナーキックが2点、あとは相手のミスとか、まあ、カウンターだったと。まあ、彼らのサッカーとするとやはりこう昨シーズンもそうでしたけど、ポゼッションっていうところがこうメインできてると思います。でただボールポゼッションはどの相手にもできてるんですよね。でもやっぱりそれが残り3分の1になってくると、なかなかその流れの中からこう崩すことができない、これが課題だったんですよ。で残念ながらエスパルスは流れの中からちょっと崩されるようなシーンがあったんですけれども、こんなような相手でした。で清水の方とすると、まず良かったところからいきたいと思います。原は特に良かったと思いますね。彼の特に2点目かな、ボール奪ってからこれカウンターで18秒でゴール生まれて、4本のパスで入りました。17分52秒に片山がボールを奪って、そこから鈴木優斗スペースでボール受けて、まあスペース、彼はスペースあればボール運べますから。でカルリーニョスにボールが入った瞬間にもう猛スピードで外回るんじゃなくて、オーバーラップじゃなくてインナーラップで原は入ってきた。でそこからボックスの中というか、ゴールエリアの中って言った方がいいですかね。そこで彼がですね、シュートだと思いますけど、多分シュート気味のボールを入れた。まあそれでボックスの中に人数かかってるんで何かやっぱり起こるんですよ。であとパワー持って入ってくる、これが彼がこうゴールを生んだ、俺がやってやるっていう、彼確か2試合連続ゴールだったと思いますけど、非常にこういいプレーをしてたと思います。で2つ目いきたいと思います。3バックと4バックの併用のところなんですよね。でこれも飲水タイム後、前半の途中から4枚から5枚にしました、後ろを。その狙いっていうのはサイドとか、それからこの中央のスペースを消しながらボールの動きを外回りに
したかったのかなというふうに思いました。で、時計の針を進めながら時間とそれからスペース、そして余裕を相手に対して与えていかない。で、シュートは打たせない。シュートのところはボールは動かせる、させるんだけど、シュートは最後のところは打たせないよっていうところの狙い。で、当然、チアゴ・サンタナとかカルリーノスの、まあ2枚、それから鈴木ユイトのカウンターっていうところと、前に入れば、アウトした場合にはスローインだったり、それからファールすればセットプレー。これはエスパルスの方は得意中の得意ですので、こういう狙いは、同時に、あったのかなと思います。ちなみに、エスパルスのセットプレーのゴールは、22点中8点、36.4% と。で、守備の方とすると、ちょっと課題の方はちょっと後で行きたいんですけど、とりあえず先に伝えておきます。28失点中の14、50%、半分がセットプレーからやられてるんですよ。これちょっと後で言いますね。で、3枚にした時、後ろから、5枚だ。片山、達田、バウド、原、奥井。そして、鈴木優衣と宮本、竹内。この3枚の中盤。前がカルリーニョスとチアゴ・サンタナ。これで行きました。で、前半のスタッツ見ると、これすごく面白かったですけど、484本もボールを徳島の方は動かしてるんですよね。ポゼッション率とすると 80% 徳島対 20% の清水と。で、シュートはですね、ただ、そんなに悪くない。エスパルスと徳島5本対5本で同じ。枠内シュート率も3本、5分の3が徳島、5分の4がエスパルスっていうところで。ただ、成功率、パスの。これが、484本回してて、徳島が 91%、 すごい確率高いんですよ。で、これ何を示したかっていうと、エスパルスとすると前半特に感じるのは、奪いに行くっていうよりもこの 4-4-2 とか 5-3-2 のこのブロックを形成してまずポジション取る、まあそれで構えるんですよね。で、牽制しながら相手がこうボールを動かしたりドリブルしてきたところに対して相手のアクションに対してのリアクション、こういうサッカーをしてるんで、パスの成功率も 91% って高かったと思うし、徳島の方は逆に484本も回った、もちろん彼らのスタイル、うまさもありますけどっていうふうに思います。で、ただですね、コーナーキックは深い位置までやっぱりエスパルスも532っていうブロ守備ブロック、スペース消して時間も消すんで、そうすると深い位置まであんまり来られないんですよ、彼らのやり方。で、そうするとコーナーキックも1本しかなかったんですよね、徳島の。で、清水はというと、これコーナーキックゼロ。パスも87本。成功率も 67%。すごい低いと。まあ、これちょっと、この次の課題のことをお伝えさせていただきたいんで、そこで話します。まあ、そんな中で前半を攻撃する徳島、そして守りから1本を狙う清水、まあ、守り固めながら少ないチャンスをものにしたいと。で、ここを前半もそうですし、試合通してを準備してきたかなというふうに思います。じゃあここから清水の課題のところに行きたいと思います。まず失点シーンですけれども、渡井のゴールですね。これ相手の10番の渡井のボールを片山がプレスをかけて、で、そのこぼれ球を宮本が奪いました。マイボールにしたんですけど、すぐに徳島の、西野に奪い返されてしまったと。ボール奪ってもすぐに相手ボールになってしまう、それがこうピンチにつながる。ここでのこの切り替えの速さとか、このアクションにも課題はあると思うんですけれども、やっぱりボールを持つこと、大事にするっていうことができていれば、失点にはこう繋がってこないし、逆に攻撃へこうシフトをしていけるんですよね。で、あまりにもリアクションの守備の時間、先ほどデータのお話もさせていただきましたけど、これは長すぎる。あれをやるんであれば、やっぱり全体的にブロックは5メーターから10メーターにしないと、一つのシュートが今回のように失点に繋がるんですよね。あれバイタルでシュートを打たれてますから。まあですから、自分たちからこの規制をかけて奪いに行くシーンがこれが少ないんですよね、圧倒的に。構えた状態で相手のリアクションなんで。なので、このリアクション続きでやられてしまったっていうところはポイントだったと思います。それから、セットプレーからのゴール。これ約4割近く、36.4%。これとてもいいと思うんですよね。
で、流れの中でのゴール、いわゆる、さっき言いましたけど、ボール大事にする、ボールポゼッション。できるようになることによって、守備では失点防げるんで、と同時に攻撃の時間も増やして、清水がゲームをよりコントロールできるようなチームになっていける。この時間を増やしたい、というところはあると思うんですね。ロティーナ監督のコメント聞いてると、常にボールを持つこととか、ミスをしないことっていうことをおっしゃってますけど、もちろん今回は徳島というスタイルのチームだったんで、っていうのも一つはあるかもしれないですけど、ただあまりにもトータルポゼッション見ても 77% 対 23%、ここ注目すべき点ですけど、シュート徳島11本に対してエースパルスは13本打ってるんですよ。やっぱ相手のがボール持って押し込んできても、このカウンターとか、そこからセットプレーとかの個で打開すると。この辺の意識っていうのは、それぞれやっぱり持ってると思いますね。奥井とか原とか、この辺が後半なんかも出てって、サイドを起点に片山シュート、チャンスになりそうなシーンなんか、ボール生まれそうなシーンなんかも作ったりとか、この辺は持ってると思うんですけれども、やはりボールを持つっていうことが、もう少しできるようになるとチームはかなりこう変わっていくのかなというふうに思いました。清水の話すると結構長くなってしまうんで、この辺にしたいとは思いますけれども、これだけボール持たれても2ゴールでシュートも13本打ってることはある意味すごいことだと思いますし、まあそれだけ彼らが意識的に今のサッカーをやってるという証拠かなというふうに思います。残留争いするチーム、仙台、横浜 FC、 大分、徳島の4連戦。ここで、まあ、2勝2分けでした。負けなかったことは良かったですけれども、やっぱ勝ちきれなかったと。それから流れの中で、徳島も、残り3分の1、流れでゴール決めるっていうことができなかったチームですし、しかも、真ん中の守備を固めて、5-3-2 の、あのブロックを、まあ、交代いろんな選手出てきましたけど、真ん中で崩された。あそこも課題だと思います。やっぱり守備を固めて、それで1本2本のチャンスでっていうところで、まあシュート数も13本って素晴らしいですけど、このボールを持つっていうことのこうチャレンジっていうところとか、自分たちからこうリアクションじゃなくて、規制をかけながら、プレッシャーかけながら前ボールにして、そこから攻撃に行く。まあ失ったシーンも失点したシーンなんかもボールを持ったんですけど、失ってしまって、そこからやられてる。なので、まあ、いろいろちょっと課題なんかもお話しさせていただきましたけど、良かったシーンなんかも、原だとか、ボール奪ってからのカウンターとか、セットプレーからのゴール、また生まれましたし、やっぱりそういうシーンなんかもあるんで、次の、川崎戦も同じようなことが、まあ、彼らボールも持てるし、カウンターもできるし、いろんなことができるチームです。まあ、この川崎戦に対して、どんなサッカーをするのかっていうのは、エスパルスの楽しみなところだと思います。川崎、それから F マリノス、そしてガンバと ありますね。で、その後湘南と、鹿島がこう続いてきますけれども、まず目の前のゲームに集中して、もらいたいと思います。まあ、今13位ですので、あまり順位にとらわれることなく、やっぱりサッカーの一戦一戦中身が大切だと思いますから、次の試合も期待したいと思います。川崎戦頑張ってください。応援しています。